皆さんおはようございます。この時間に動画を上げるのはもはや初めてなんじゃないか、そんな感じですけども、あ、リサです。マジの朝に撮ってるんですけど、ただいま時間7時20分、関根電車に乗らなきゃいけない時間8時2分。こちら、はい、パーキングまだしてません。そうなんです、今日は名古屋でユーフェスの方がありまして、朝の新幹線なんですけど、ちょっとまだ準備が全くできていないという第3次困ったな。はい、ということでですね、急いで連れていきたいと思います。でね、隠してたんですけど、これ最近入手したね、この早く乾くターバン、今脱水をしながらやっております。風呂から出たばっかりです。あーすやす、困ったなーが言いたかっただけ、それだけです。はい、で早速じゃあパッキングしていきましょうね。今日ユーフェスの衣装はもう今から着替えます。で明日泊まって帰ってくるんですけど、またその撮影で白着ないといけない。白、これね、これマジでこのボンボヤージの圧縮袋は本当使えます。で絞るだけ、絞るだけで簡単にね、小さくなるのでね、はい、いいかなと思いますね。コンパクト、いかがですか。10枚組値段いくらですかね。2000円ぐらいだったかも、忘れちゃった。超使えます、しっかりしてます。はい、次、はい、次、コスメ、もういっぱいいっぱいいっぱい入ってるよ、いっぱい入ってるよ。ビューティーブレンダーとか、あとはね、あ、メイク動画撮ったんですけど、こうクレードポーンのね、アイシャドウとかも使って今日はね本番挑みたいかなと思います。なんかもうわけわかんなくていろいろ詰めてます。で明日撮影で多分ヘアメがないので、この海外用なんだけど日本でも使えるちっちゃくて 28mm 入れてきます。でこれがパンツとかね、パンツ忘れた、第3次だから、ドンキュって。で今日こうリハとかの時に、むくむから男性ストッキング、あ、ちなみにこちら、あー、いいね、すごいダウニーっぽい匂いがするけど、うちダウニーじゃないんだが、何が起きたんだろう、わかんないけど、知人事だったり、そういうとこを扱っているヘルモさんが出している、男性ストッキングですね。結構医療用じゃないものありますけど、やっぱしっかりしてるのとね、ちゃんと実証されてる感があるので、私は医療用やっぱり最近は使ったんですね。こちらも持っていきましょう。お匂いですちょっと古かったのでね、前のね、はーい。でゴリラポットね、三脚、今持ってる、今撮ってる GH4 も持っていこうかなと思って、使おうか分かんないけど。でね、こちらがね、ブルーライトカットですね。はい、ブルーライトカットしていきたいと思います。で私のお出かけ、危ない SD が飛び出した、危ない。お外に出かける時用のセット、こちらですね、持っていきたいと思います。外付けもね、で今撮ったデータとかも全部もろもろ詰め込んでね、名古屋の方に向かう新幹線の中でこの動画まず編集し、昼に上げるというね、ミッションがありますから、そのミッションを果たしていきたい。そのためにね、こちらは必要になってくる。で、これカメラケース、あ、GH4 これまだ付けてないんですよ、このベルトを。強そう、強そう、強そうルミックス、こんな感じと、カメラケース、こちらの中身を紹介していきたい。え、でも今本当に何時？あ、携帯失った、携帯失ってしまった。26本、え、やばくなっちゃう、結構ガチめにやばい。でも紹介していきます。こちら最近買ったベリーメイド、これ多分ね必要だから。でシリコンマスク、旧式、横から見るとまた可愛さがあるね。ブラシ、いいよ、上まで買った、ステムパワーアイクリーム、 RNA クリーム、ジバンシーのユース、ワクチンユースローション、これオイルで、美白がスックのやつ、ボディーローション、で洗顔はパウダーにした、モモール肌と応接しました、シャンプー、コンディショナーで、メイク、マスカラ落ちないと嫌だから、オーセのクレンジングオイルと、ジバンシーのエマルジャを持ってきまーす。あと、パックは缶詰持ってきます。あと、
マスクなんか使うから持っていきます。マスカラね、ちょっと今日使おうと思ってるバーバリーのやつが結構強い、カーブ力もやっぱ結構持ったんで落ちにくいので、多分ないとしんどいと思うので持っていきます。一応オイルもね、で前髪止めることもあるかもしれないですね。どこで買ったんですかって聞かれるんだけど、いつでもね購入しました。でなんかアクセサリーとか入れるケース買ったので、なくさないように持っていきたいと思います。でお財布でしょ、携帯がないんだよね。そうそう、携帯がない。あと美顔器、メイク前にやろうかなと思って、美顔器でしょ。え待って、本当に携帯がない。起きたら連絡くださいね。やべえ、起きてた起きてた、ちょっと待って、バディさんに起きてますって、いません、起きてます、起きてます、起きて、お大丈夫大丈夫。あと新幹線のチケットじゃん。あ、JR 東日本。じゃあこれ全部詰めていくよ、リュックに全部入れちゃう。駅伝車完全に出遅れている。急げ急げ。はい、まずはパソコンをインします。はい、お願いします。洋服いっちゃう、洋服を詰めちゃう、これも入れちゃう、スキンケアとかも入れちゃう、コスメ入れちゃう、あ、パンツ、パンツ入れちゃう。で、え、カメラもう入んないよ。え、もう最悪首から下げてこ、もうそのスタイル。美顔器入れちゃう。あれ、新幹線チケットどこ行った？新幹線、あ、たたた、びっくりした。財布ツッコミーノ、もうポテトも入れちゃう、ミラポットも入れちゃう。あ、入った、ギリギリ入った。重っ、重っ。できた、できたよ。これが私の一泊二日よ。これでちょっと名古屋まで来てくるよ。名古屋のルーフェス来てくれる人は名古屋でお待ちしてます。じゃあ関根ガチでワイドで、では行ってきます。